えぴです。めいちゃんです。せーの、こんにちは、ラリーズです。はい、ということで、はい、ザットタイム GX の詳細がリリースされました、はい、いやちょっとびっくりした。全11話だけ、そう1回で1時間ぐらいで終わるものなのかなと思って、単発でね2時間スペシャルみたいなのやと思ったら、うん、まさかのちゃんとした番組でしたね。本当に1日になんか2話分ぐらいみたいな。2時間1回で2時間だ、すごいな。大丈夫か、耐えられるかな、情報量に。本当に詳細はね公式のツイッターにありますし、はい、リンクの先にと URL に書いてあるんですけど、うん、まあ、5月31日が初回で、はい、1話の振り返り10時からで、うん、まあ、12時までね1話、うん、2話の2つが放送されるということで、すごいな、なんかすごいね、 MC の方が、うん、なんかあんなにねいるのは分かったけど、うんうんうん、質問コーナーもいて、なんか8話9話は解説の方もいてって、ね、ちゃんといて、ものすごいなんか番組っぽいけど、すごいですね。メンバーも数名ずつ、そうそうそう、毎回ねみたいなので、誰になるのか、今日は毎回ドキドキですけど、今週は誰かな、今週は誰かなが。ね、だってもうすでに脱落してる方とかもまた再び出るってことは、ね、見れるね、より深い裏話が聞けるとなると、これはもうジェグファンにとってはたまらん、たまらんですね。7月までだってあるからね。ユナクさんも退院されたから、もう最終回なのかなってちょっと思ってましたもんね。だけどいついつ、そうそうだったけど、あれみたいな、あれこれは7月まで発表はない感じなのかな、1ヶ月以上とかってことか、1ヶ月ぐらい、ね、まあ、確かに今発表したところでね、デビュー確かにね、いつになるか分かんないですよね、そういうのも大変だから、確かによかったね、またこっから2ヶ月間、よかった本当に、うん、またジグからの供給がね嬉しい、それが本当に嬉しいですね、本当にありがとうございます。今のジグ星も見れるのが、はい、本当に楽しみです ね、 ですね、またね、はい、こちらも動画上げて、うん、見てね、上げていきたいなと思います、思いますので、はい、こちらも見てくださると嬉しいです。はい、ということで今日はここまで、はい、バイバーイ、あー楽しみだな、レコゾーン、おおおおお。